続いての作品もですね、昨日から東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ難波ほか全国ロードショーになっております。三日月と猫をご紹介します。もうゆったりとした心を癒される作品で、派手なことは起きないんですけれども、ああ見てよかったなってこう感じる優しい作品だったんですね。あのカモメ食堂系のような作品がお好きな方、また猫好きの方には間違いなくハマる作品だと思います。私はもう完全にハマってしまいました。でこれは第1回アンアン猫漫画大賞の大賞を受賞しましたドーメコミックの実写版での映画化なんですね。熊本地震がきっかけで出会った男女3人、恋人でもなければ家族でもないんですけれども、まあ、境遇もバラバラな猫好き3人がですね、なんと一緒に暮らすようになるんですよね。で1人は書店で働く40代の一人暮らしだったあかりさんで、1人は30代の精神科医師のかのこさん、そしてもう1人はアパレルショップで働く20代のじんさん、この人が、まあ、男性になるわけなんですけれども、え3人は猫の三日月と仲良く暮らすようになるんですよね。で、あかりさんはですね、料理がもう本当に得意で、それを美味しそうに食べてくれるかなこさんとジンさんがいるっていう、人生で一番普通でない生活をしているんですけれども、その生活はとても楽しい、なんだかありえないような設定なんですけれども、不思議にこれはね、違和感を感じないんですよね。あ、こんな生活もあっていいかなと思えるような感覚なんですね。で、一つの家の中で3人の、これはやっぱり領域のバランスがうまく取れているからだと思うんですね。そこに猫の三日月とかいろんな猫たちが癒しの存在としている、楽しい生活をしているんですけれども、でもやっぱり3人とも悩みを持ってうまくいかないこともあって、でもそんな部分もお互い認め合って、それぞれの生き方をこう許容しながら生活できるという、まあ、これは一つの運命の出会いかなっていうふうにも思えるぐらいなんですが、まさに迷える3人の大人が送る共同生活物語なんですよね。でこの主演のあかりさんを演じますのが、昨年もうすでに芸歴40周年を迎えたという足立由美さんです。ちょっとあの癖のある役柄が多かったんですけれども、今回はねとても可愛くて、でも落ち着いた40代の等身大の女性を演じています。精神科医には、このかのこさんには熊本出身の倉科かなさんが演じておりますし、ジンにはですね、今注目の若手俳優で渡辺圭介さんが、まあ、繊細にそれぞれの役どころを演じている、もうそれぞれが本当に愛すべきキャラクターなんですよね。で脚本監督は映画一区 の脚本を担当しました女性監督の上村奈緒さんで、商業映画デビュー作になります。で一区はあの杉咲花さんが出演しておりましたけど、苦しい内容で重たい脚本ではあったんですけれども、この作品に関しましては未来に迷っている3人ではあっても人との関わりを温かく描いている、全く違ったこう脚本を書かれていますので、今非常に注目されている脚本家であり監督であるということを皆さんご覧になって両方見ていらっしゃったら分かると思います。で本当の家族だったらね、まあ、家族だからこそこう反発し合ったり気まずくなったりって言えないこともたくさんあると思うんですけど、家族でないことが逆に気楽に本音で話せることってありませんか皆さん。3人の共同生活の中で一番感じたのは、3人とも相手を思いやる力が強い、そして話を聞いてあげるっていう姿勢もあるわけですよね。それがいい距離感で保たれている、そこに猫たち本当に幸せな気分に浸れる作品になっております。まあ、そんな中であかりさんが編集者の中浜っていう男性と出会うんですけれども、そしてかのことジンも新たな出会いや交流を通して3人がそれぞれ自分のこれから人生を考えるきっかけとなって、その変化していくんですね、新しい人と出会うことによって。この上村監督の脚本にはもう素敵な心に響く言葉がいっぱい散りばめられておりますので、心が今疲れている方、なんか癒されたいなって思ってらっしゃる方、ぜひこの三日月と猫
ご覧になってください。おすすめいたします。